では今回は、リートベルト解析に必要な、入力ファイルの作り方をご説明します。まず、作るのは強度のファイルです。強度のファイルをどうやって作るかといいますと、まず F アパタイト J のこの .ind とかで、おそらくインテンシーによる略だと思います。これをコピーして新しく作ったファイルに入れます。例えば、タルといった名前にしましょう。でここにペーストします。そしてそれで、これがこの .txt っていうのが実験室、実験室にある XRD から得られた粉末解説のデータです。それで、こちらのデータをこの F アパタイトのインテンシーのデータと同じ形式で、出力、セーブするということです。まあ、ちょっとやってみましょう。まず F アパタイト変更するのはこの下からをまず変更します。まずここからコントロール A でコントロール C でこちらに、スペースをしながら下まででコントロール V でペーストします。で、余分な部分は取り除いていきます。それで、まず大事なのはこのジェネラルの後にこのダラのマークを入れてください。で、ちゃんとセーブします。で、次は、データ数を入力します。こちらどうやって見るかといいますと、メモ帳の場合は、ステータスバーにチェックを入れますと、今のカーソルにある行数が出ます。ですので、これを一番下まで持っていくと、6003と出ます。で、最初の2行は、基本的な情報ですので、ここ6003から、2つ引いた値6001がデータ数で、これをセーブします。これで強度のデータが終わります。名前はフォルダの名前と一緒にしておく方がいいので、このようにしましょう。次に、入力ファイルを リートベルトの条件設定するためのファイルを作ります。それも、F アパタイト J のこの .ins というところから持ってきます。それをコピーして、そしてペーストします。で、この基本的にはこれを書き換えることになります。で、これを書き換えるんですけれども、もう一つこれを書き換えるために必要な情報がありまして、それはベスタで、作る必要があります。まずベスタを開いて、そして今回計算する系を入力します。ファイルはニューストラクチャーで、例えばこうして 5.761 と計算する系の情報を入れます。今回鉄にバナジウム、アルミ、レイにしますので、このようにします。そしてストラクチャーでニュー鉄タブを押すと次のところに移ります。そしてもう一度入力、次がバナジウムです。そして最後にアルミ、
で、OK と。で、このようにして、鉄にばなじまる構造できます。そしたら、こちらのユーティリティーズのパウダーディフラクションパターンを出します。そうすると、ベスタから、リートベルト解析が行われます。で、この INS をコピーして、こちらのベースに貼り付けます。で、これはもう閉じます。で、こちらとこちらの2つのファイルを使って入力ファイルを作っていきます。もうこれ、名前は、これをベースに使うので、これを変えましょう。で、これをひでまるエディターで開きます。で、こちらも開きます。それでまず書き換える部分を上から順番に行っていきます。時系列系では、このビームの種類や解析法のリードベルト解析などのところはもう変更は必要ありません。大事なのは、計算する系によって結晶化学子の使われる原子の番号、原子が違うのでそれを変えることが必要になります。右側は英語になってちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、似たようなところがあるはずです。こちらですね、この部分です。ケース1コンマ2というところです。ここの部分を、この行をコピーして、そしてこちらにペーストします。これで原子種が、変更されました。次に、結晶層に関するデータを入力します。特に大事なのは、このこちらの VNS1 というところです。このフェイズの、おそらくフェイズネームなんですが、これはあまり変更してなくてもいいです。気になる人は変更します。で、大事なのはここの VNS1 で、これは、結晶する系、計算する系の空間群に対応しています。で、これをコピー&、もうこのまま、コピー&ペーストします。次に、HKLM1 というところも変更する必要があります。変わっていますね。この下の部分も変えます。よしと。それで、大事なことなんですけれども、このフリーデル対を発生させるか発生させないかなんですが、原点、つまり XYZ0 のところに、原子がある場合には、このフリーデル対を発生させないというものでいいです。もし原点に、原子がないような場合には、虚数の、解説に虚数の部分が出てきますので、フリーデル対を発生させる必要があります。まあ、とりあえず簡単に分析する場合でも0として計算することが多いですから、もし原点に原子がないという場合には後からフリーデル対を発生させるに、させているかどうかをチェックしてください。それで、このびっくりマークの場合は、ある行は、これ読み取らないということですの でコンマのところはこの条件を読み取るということです。なので今現状ではフリーデル2を発生させないという条件で、計算がされることになります。そしてここまでいきますが、そしてプロファイル関数ですが、プロファイル関数は、この NPRFL という部分を、通常2にしてください。これはフィットが、経験上良いのでこちらを使います。この2というのはここの部分に対応しておいて言いまして、拡張分割ピスイドモジット関数、ボイド関数を使っているということです。そしてさらに下へといきます。
そしてここに、数値が今度はシフトの0とシフトの N のところに数値が書かれています。これを、全く000に変えます。これです。でこの部分も0にします。で、この後も似たような形式で出てくるんですけども、このラベルの後に数値、そして、0が並んだものがあります。でこちらの数値は、このラベルに対応した、計算方法がありまして、そちらの数値になりますけれども、この右側の部分は ID と呼ばれるラベルで、0の場合はここに記述した数値を左から順番に、対応していくんですが、これを変更しないと。もしこちらを1にすると、この一番左側の数値が、リードベルト解析で、フィッティング再送事情フィッティングされた後に数値が入れ替わるものになります。例えば次に2番目を2にする1にすると、こちら2番目のものがリードベルト解析で、最初自動のフィットで、数値が最適化されます。でこれを行わないので0にしておきます。基本的にこのシフトのパラメータはあまり使わない方がいいものになります。まあ、特殊なケースで使いますけれども、実験室系ではほぼ使うことはないと考えた方がいいと思います。まあ使ってもいいんですけど。そしてここの部分の、release if の nprfm1 または nprf イコール2の全というところで、このパラメータの部分を このようにコピーしておいて、これぐらいでいいですね。この主要な3つをコピーしておいて、そしてコメントをつけて、シャープにしてコメントにしておきます。で、入力ファイルが作り終わった後に、実際にはこちらの、ハンチ幅パラメータ、非対称パラメータ、ハンチ幅パラメータと非対称パラメータ、そして減衰パラメータを、最適化していくんですけども、計算をしているときに値が発散することがあります。それで、元の値に戻すために、下このように、データを、数値をコメントとして残しておきます。これはよく行う手ですので、覚えておくといいです。そしてこうして数と9というところを変更します。あとあれですね、選択配合パラメータも変え修正します。このまず選択配合パラメータの FPREF をコピーアンドペーストします。こうします。で基本的にこの選択配合パラメータはこの初期設定のままにしておくのが良いです。選択配合がある場合にはある資料を測定するということは実際にはあまり良いことではありませんので、測定条件を良くして選択配合が現れないような条件で測定するということがリードベルト解析が一番大事です。そして次にこうして数と9をこちらの変更します。こちらに対応するものがありますのでコピー&ペーストをします。このようになります。そして次に構造パラメータを入力します。構造パラメータはこちらにありまして、こちらはそのままコピー&ペーストです。このようになります。そしてどんどんと下へ向かいます。
でここで、スターのアップデートというのがあります。org.ins の更新。で、こちらのアップデートを見てもらいますと、アップデートイコール0でコンマが打ってありまして、これが有効になっています。つまり、このファイルの中の可変パラメータは変更しないというふうになっています。で、変更する必要があります。リートベル解析でこの値を変更する必要がありますので、こちらにビックリマーク、こちらをビックリマークにして、そして NUPDT の値を有効にするためにコンマにします。そうすると、精密化終了後に、最初上で求められた値がこちらのファイルに反映されることになります。そして以上で、入力ファイルは終わりですので、これでコントロールと S を押してセーブします。そして最後に、入力ファイル必要なこの2つだけを残してことにします。これは今回は例としてちょっと分かりやすくするためにこれらのものを削除しておきます。それでリードベルト解析、入力ファイルはこれで終わりですから、次は、正常に動くか調べてみます。リターンのボタンを押します。そして計算が走り、この RWP と、それから公式テストの値がちゃんと表示されていることを確認します。こうすればちゃんと、こうして問題がなければ、ちゃんと計算されているということになります。もし何か問題があれば、この中にエラーの表示がされます。で、まだ最適化してないのですが、一応どのような結果になっているか見ましょう。こちらのプロットのボタンを押します。そうすると、計算の結果が出てきます。差分が青いラインで出てきます。これがほぼ一直線になるようになるのがいいんですけども、いくつかピークの部分が残っていて、まだ最初フィットがうまくいってない、パラメータの設定がうまくいってないことが分かります。次回以降、最適化の方法を議論、説明していこうと思います。で、今回、以上で終わり。